はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、発泡酒ですね。有名なヤッホーブルーイングの、会社の、こちら、聞いてないぜ、ソーリーっていう、IPA、うまみ IPA って書いてある。なんか、変わったパッケージですけど。で、裏に、なぜか魚の絵が書いてあって、英語でいろいろ書いてありますが、英語は読めません。発泡酒、本製品は原料に鰹節、コリアンダーシード、オレンジピールを使用しているため、日本の酒税法上は発泡酒に区分されます。麦芽使用率が高いため、税額はビールと同じです。稀に旨味成分による沈殿物を生じることはありますが、品質に問題ありません。へえ。原材料が、大麦麦芽と小麦麦芽とホップと鰹節とコリアンダーシードとオレンジピール。過去麦芽使用率 99% 以上。アルコール度数 7%。あ、だからここに鰹が書いてあるんだね。へえ。ビールに鰹節を配合している。だと。すごい。鰹節 IPA あ、タレヤッホーブルーイン。じゃ、乾杯。うわ、なんだこれ。なんか泡がすごい。なんか泡がすごいな。あ、なんか泡がちょっと独特の味する。あー、鰹節っていうか、あー、なんか変な味する。鰹節かはわからない。鰹節の味っていうよりはなんすかね、不思議な味。鰹節が入ってるっていうことを言われないと、多分鰹節かどうかは全然わかんない。ただなんか違和感のある風味がする。風味が変わった風味する。聞いてないぜ、ソーリー。聞いてないぜ、ソーリー。普通のビールは作らないぜ。ソーリーうまみ IPA だって。和の素材と新種ホップの融合。これぞヤッホー流ジャパニーズクラフトビール。あ、これのタイトルが、てかこのビールの名前が、ソーリーうまみ IPA だって。らしいです。かつお節が使用されているが、あくまでうまみのため。って書いてある。確かになんか旨味があるね。確かに。で、オレンジの香りと、そして苦味と。うん。美味しい。普通に美味しい。けどこれ、確か300円ぐらいした気がする、これは。高いんだよね。
いわゆるクラフトビールって、地ビールってやつですね。なんで。まあ、これだったら、ヨナヨナエールの方が、個人的には好きなんですが。うん。まあ、やっぱりヨナヨナ。ヨナヨナエールだよな。ここの、この会社の、一番うめえっていうやつ。ヨナヨナエール。まあでもここの会社のビールはまあ大体美味しいんだけどね。未だにまだ飲んでないのは結構あるけど、あの、前略好みなんて聞いてないぜ、ソーリーってやつ。これも飲んだことないんだよ。前略好みなんて聞いてないぜ、ソーリーって。謎の名前のね。まあ、普通に美味しいは美味しいですね。ちょっと風味が、あの、他のビールとは、ちょっと違うので。うん。コク。まあ、かなり苦めな、部類ですね。香りも強い。買いかどうかっていうと、まあ、でも、うん、ちょっと一回は飲んでみてもらいたい。香りがちょっと独特なんで。415、4です。ご視聴ありがとうございました。